梅から宇城浜まで周遊ルートがありまして、楽しく走ることができておすすめです。気持ちいい。あ、またさらに道が進む。おっと、あ、到着、到着しました。山辺の道文化館ですね。かわいい、いいですね。うん、うん、これ甘さめちゃくちゃちょうどいいです。